ベジョージャパンの代表をしております熊野と申します。よろしくお願いいたします。弊社は2012年に国内で法人格を立ち上げまして、2016年に本社を札幌に移転をして活動をしております。北海道大学生物生産研究農場と共同研究契約を結びまして、北大農場の中でさまざまな作物を試験栽培し、選抜、品種改良を行っております。道内では加工用の人参、加工用のキャベツ、アスパラガス、ケール、あと玉ねぎの関係で、シェアを高めつつあります。北海道農場、これ第一農場になりますけれども、複数箇所で毎年補助をお借りをして試験栽培を行っております。これはポプラ並木のすぐ横ですね。毎年この場所で場所をお借りして、ここではアブラナ科の作物の選抜を行っております。春から秋のですね、畑がアクティブな時期には、学生実習にですね、我々の補助作業も、組み入れていただいて、北大の学生の皆さんと畑で一緒に、仕事をする機会もございます。道内で評価をいただいている品目としては、まず、人参が挙げられます。我々幅広いタイプをアソートメントとして持っておりますけれども、中でもチャンテネ系と言われるこのくさび型になるタイプですね、こちらのタイプの中のカーソンという品種が大変道内でご評価をいただいております。非常に収量性が高いということ、まあ暑い年寒い年でも安定して多くものが取れるということですね。あとは晩抽性に優れる花が咲かないということですね。この競合他社の品種と比較をして、こう白い花が見えると思いますけれども、こちらと比較しても非常に安定しているということがお分かりいただけると思います。実際2017年あたりからですね、作付けが順調に増えておりまして、新しいデータはまだご用意できないんですが、2017年の時点で道内で50ヘクタールを超える作付けがされているとまあ、メジャーな品種の中の一つに入っているということになります。北海道の方でも、まあ、加工用途でですね、お勧めいただける品種として、カタログに載せていただいているということでございます。まあ、カーソンに続く主力品種をですね、現在開発を進めておりまして、もう少し小型で生殖に向くようなものも開発をしております。あと数年で世に出せる状態になっております。あと道内でご評価いただいている品目としてはアスパラガスがございます。弊社の系統名でいくとアティカスという品種になりますが、まあ、冷涼地で非常に高いパフォーマンスを発揮するということが分かっておりまして、これは国内の種苗会社さんであります坂田の種さんと共同で展開するということで進めております。このウェルカム AT という販売名になりますが、この系統に続くような品種もですね、現在道内の複数の箇所で選抜試験を行って開発を進めております。実際の選抜の場面ですね、毎年春にはこういった作業をですね、系統ごとの特性を、まあ、細かく把握をしながら調査をしながら開発を重ねていくという仕事でございます。あとは油中のさまざまな系統、我々も大変得意にしているところでございます。特に、このロマネスコですね、最近スーパー直売所あたりでご覧いただける場面も多くなっていると思いますが、国内シェア我々大変高い状態に保っております。あとはキャベツ類ですね、道内で産地化の動きが出ております。特に加熱調理用で非常に大きく、まあ、密度も高くなる系統ですね、パサートという品種がございます。
上手に作っていただきますと6キロぐらいになる、まあ、非常に大きくなる系統ですね。加熱調理用ですので、お好み焼きですとか餃子に加工食品向けに使われるような特性を持っております。このタイプに注目をしてですね、現在バスアウトの次に続くような系統を開発をしているということでございます。あとは玉ねぎですね。なかなか玉ねぎ、日本の玉ねぎというのはちょっと特殊な特性を持っておりますので、我々他の国や地域で販売しているものをそのまま持ってきて商売ができる状態にはなりえません。玉ねぎについては長期的な視点で開発を進めてですね、10年後20年後に展開をしていくという戦略で仕事をしております。赤、黄色、あと白いものそれぞれですね、選抜試験を重ねて将来道内で展開ができるように準備を進めているところでございます。この数年で道内に向けて展開する予定でおります品目の一つにレッドビートがございます。弊社のラインナップ非常に幅広いものです。生食用のソフトボール台になるものから、大根のように長くなる加工用のもの、チップスなんかにも適したものですね、こういったものも展開を予定しております。選抜試験を今進めているところです。今ご紹介した品目以外にも幅広いラインナップ我々持っております。詳細は我々のホームページに掲載をしてございます。ぜひご興味のある方はご覧いただきたいと思います。また我々でグローバルで作成をいたしましたブランドムービーを YouTube にアップロードしております。ご興味のある方はぜひそちらもご覧いただきたいと思います。ありがとうございます。While you're busy with your daily life, you have these moments. Moments when you feel you're a part of something bigger. When you're aware of how valuable our earth really is.And how much it needs our care. Take Marco, for instance. As a vegetable grower, he plays a vital part in all our future, in which we face a steadily increasing need for food. Fortunately, Marco doesn't have to take on this challenge alone. At Bayo, we help growers work sustainably, so they can make the most of their land. And not just Marco, but all growers around the world.They know their land like no other. The strength it bears, the possibility it offers, the potential that lies within it. Exploring, unleashing nature's ultimate potential is what motivates us at Bayo every day. As a family business since 1899, we know that to make a big impact, you must start with something small.That's why our efforts in research and development go beyond what meets the eye. We go right down to the DNA level in search of undiscovered potential. Potential for seeds that can resist disease, that can withstand harsh weather, or that have better growth characteristics. After thousands of crossings, intensive testing, and careful selection, we introduce many strong,healthy new vegetable varieties every year. We use growing methods that stay close to nature. This way, we're able to produce high volumes of strong seeds. To ensure purity and the highest quality, we work with devotion, care, and a great eye for detail on each seed lot.We dedicate ourselves to making sure our seeds are in great condition and ready to grow into healthy, flavorful vegetables. As you can tell, we're really into research.
but we like to get our boots dirty too. In the end, it's the field that truly shows the results of our efforts. Being a grower ourselves, we know that a good yield doesn't only depend on the quality of the seed. Cultivation conditions also have an effect. We understand the challenges we all face. We help each other by sharing experiences to achieve the best results while keeping the soil fertile and healthy. That's why at Bayo, we feel a responsibility to care for the world we live in. Because when we do, we get back so much more. Together, we can provide enough food for everyone. And not just today, but long into the future. It all starts with an open mind. Who knows what we may yet discover? If nature has taught us anything, it's that there is great potential in even the smallest of things. That's why for us, exploring nature never stops. Bayo.